はい、えー、どうもよっしゃいです、えー。ポチポチモニター第6話になります。第6話、第6話はですね、日置市場を開拓せよです。えー、日置市場を開拓せよということで、まあ今、えー、モニター販売してますので、えー、この YouTube の下に、えー、なんだリンク入れてますので、えー、そこからお申し込みください。 で今回ですね、えー、日置市場なまあ、買わないですかね、まあいいや、まあまあ、今ね、3000円でモニター販売してますけど、もうこの価格では絶対販売してないですからね、はい、今のうちに、2月28日までです。はい、で、えっ、ー、と、日置市場を開拓せよということで、まあ、今回はお話ししようかなと思うんですけど、おやおや吉谷さん、あれ、メガネそれどうしたんですか、お気づきのあなた。 よっしゃに通ですねだいぶまあ眼鏡をつけて動画を撮ることはあんまないですよねはいこれね以前昔買ったやつがね見つかってこれね伊達眼鏡伊達眼鏡伊達眼鏡うん、ケミストリー知ってますケミストリーケミストリーケミストリー知らねえだろうなはいこれよくないですか1000円だったんですけど千1000円千円の伊達眼鏡 ニッチ市場なんですけど、これね、ニッチを責めるべきなんですよ、僕たちは。あの、まあ今ですね、まあセミナー映像をこう、モニター販売してるんですけど、まあそのセミナーでも少し言いました。うん。あの、言ったんですけど、あの、今ですね、昨日の夜もインスタグラム僕アップしたんですね。で、指、指の写真をアップしました。で、指の写真をアップして、まあコメントもらってるんですけど、 あの僕も知らなかったんですねこれは。いや僕も知らなかったですね。僕も知らなかった。まあ、何が知らなかったかっていうと、まあ、僕インスタグラムをいろいろな写真をアップしていろいろなハッシュタグをつけて、まあ、この半年間すげえテストしてるテストしてるというかしてたというか原稿もしてるんですけど、まあ、YouTube もそうです。ありとあらゆる動画をアップしてテストをしてるんですよ実はいろんな動画をアップしてテストしてるんですけど。 あのー、まあそのインスタグラムの中で指ファンっていうのができました指ファン要は指の写真をアップして興奮するっていう人が女性の方いらっしゃいましてあ指世の中には指フェチっていうのはいるんだなっていうのは僕は知ったんですよでそっから、まあ、その指の写真を定期的にこうアップしたりとかし,するしてて、まあ、必ず指の写真アップするとその女性の人がコメントいただけるんですけど興奮してハーハハ ハーハーっていうコメントもらうんですけど、うん、昨日はですねポテトチップスを食ってる時にそうだ指取ろうと思って指取ったんですけどまた朝起きたらねコメントついてましたよ、うん、で、まあ、今回メガネつけた理由もそ,そうで要はメガネフェチって言いません僕ね女性の方でメガネしてる人女性の人で黒縁のメガネしてる人すげえ好きなんですけどちょっと燃えるんですけどいますよねメガネフェチ。 メガネフェチがいるんですよ世の中には僕もメガネフェチと足フェチ足フェチとメガネフェチですかね、うん、足のスラッとした感じとの女性の人と、まあ、メガネかけてる、うん、人が燃えるんですけどなんか自分の中でもないですかそういうのって。でこれってあの人それぞれ違うんですよ。 で、セミナーでは価値観の価値観を破壊しないとダメですよみたいなことを言ったんですけどこれね破壊もちろん破壊も必要なんですけど知ってるか知らないかなんですよ知ってるか知らないか,か YouTube の市場でもあの食べるだけとかあるんですよだから YouTube 調べてみてください食べるだけこれセミナーでも言いましたけど見せました食べるだけで検索してみてくださいあとねツイキャスツイキャスだと寝るだけってあるんですよ 寝るだけツイキャスの「寝るだけ」ってどういうやつかっていうと、まあ、女性がこう寝,て寝配信してるんですよね。寝配信ってどういう配信かっていうとただ寝ながらゴロッとして配信してるんですよ生放送。でそれを見てる人がいるんですね。だからインターネットビジネスってその、まあ、コンテンツを作っていかないといけないわけじゃないですか。 まあ、インスタグラムにしろ YouTube にしろ Facebook にしろ何でもそうなんですけど、まあ、何かしらコンテンツがないとダメなんですよでほとんどの人がこのコンテンツを作れませんっていうことなんですねうんでそのそういうのを知ってると分かりますひたすら指ひたすら指取ってるとギャラリー的にちょっと微妙かも分かんないですけどあの飽きちゃうっていう部分もあるかもしれないですけど ただそれでも僕生きると思うんですよ。なぜならば、その、弁当だけ、インスタグラムで撮ってる人もいるんですよ、弁当だけ。まあ、YouTube でもた、ただ食べるだけって、食べるだけの動画をね、えー、ひたすらアップしてる人もいて、あのツイッケスだったらね、ね寝配信で、寝てる時だけこう配信するっていう人もいたりとか、いろんな人がいて、そこにまた集まるんですよ、ニッチな人が。で、これだから、僕があの、この動画で言いたいことは、テストなんですよ。 これね本当にねマーケティングを勉強してる人はまあ何度も聞いたセリフかもしれないですけどテテテストテスストトトなんですよテストいろんなものをテストしてみてあこんなのも当たるんだとかこ,んなこれもいいんだとか自分テストすることによっていろんなコンテンツをテストしてあげることによってあこれでもいいんだっていうことが要は僕なんか指フェチっていうのは史上知らなかったんですね。 多分これ多分ね全国探すと結構いると思いますよ指で興奮する人ってということは指,を指の写真を撮るだけでコンテンツに最上級のコンテンツになるわけですよ他の人から見たらたわいもない指ですよだけどその好きな人から見るとめっちゃ興奮するわけですよだから最強のコンテンツ提供なんですね指,指,指写真がうんだから あのなんかその別に大きいその市場を狙ってもいいんですけど大きい市場っていうのはライバルが多いんですよ例えばこれキーワードで言うならば例えば、うん「ダイエット」っていうキーワードはめちゃめちゃライバルいるんですね、まあ、業者も入ってますけどじゃあでも複合キーワードで「ダイエット」「足痩せ」「何々」とかその3つの複合キーワードにすることによってライバルが少し減るわけですよ。 で昔僕も、えー、アフリエイトサイトを400500サイトぐらい作ってたことあるんですけどその当たったの中でダイエット足痩せなんとかっていうやつのキーワードで作ったやつがまあまあ当たったんですけど要はそのダイエットの中でもニッチをちょっとダイエットの中でも V 的な部分がいっぱいあるじゃないですか、えー、足を痩せたいのかここの顎を引き締めたいのかここのここだけを取りたいのかとかあと この二の腕だけを取りたいのかとかいいいろろあるじゃないですかだからそ,そっち攻めた方が絶対そのいいんですよもちろん、えー、パイは少し少なくなりますけど少なくなったとしてもそこでマネタイズが可能なんですね要はライバルにビッグキーワードに対してライバルに勝つのかニッ,チニッチの方でライバルが少ないところで戦うのかどっちかなんですよでもライバルが少ないけど市場も少し小さいとだけど勝負できます じゃあどれぐらいの勝負ができるのかっていうと例えばブログで言うならば僕は釣りブログ釣りブログを運営している方で月収100万いってる人いるんですねその人知ってます知ってます釣りブログで月収100万いってる人要はその釣りっていうニッチなニッチじゃないですかえまあまあどちらかというとどちらかというとニッチですよねだからこれを言うならば例えばボボ釣り、えー、釣りとかボーリングとかあとビリヤードとかうん だこういう釣りビリヤードあと、えー、なんだボーリングとかあそういうので攻めてブログを作るとか YouTube を作るとか攻めるとある特定の人が絶対来るんですよ絶対ね絶対来るんですよ。でそしてそのある特定の人が来るわけですからそこで広告収入を得るのかそこで、まあ、リストを獲得してメルマガを打つのかっていうだけの話なんですけどメルマガで売るのかって話なんですけど。だからまあ インスタグラムだろうがツイッターだろうがブログだろうが何でもそうなんですけどそのニッチを攻めることによってある特定の人を獲得してでその特定の人だけでも100万ぐらいだったらいけるわけですようんじゃあビッグキーワードとかねそういうのを狙って勝負していくのかっていうと埋もれちゃいますよこんなのはいいんですよ戦ってもそこで当たればすげえ金稼げますから例えば僕が知ってるのだとこれは広告代理店さんに僕聞きましたけど 広告代理店さんっていうかまあ広告代理店さんの営業でそこの会社は実際自社サイトも運営しててあるね昔ねまあ今もだいぶまた単価上がってきたんですけど FX の講座開設っていうのが昔2万とかだったんですよで今も最近またちょっと上がってきてるんですけど昔その FX 講座開設アフリートバブルだったんですねだから FX 講座っていうキーワードめちゃめちゃ高いわけですよ、まあ、広告とかも超高いです、うん で、その超ライバル激戦区の FX 講座解説とか FX 初心者とかもねあ、そのビッグキーワードですよ。そこで SEO で上位表示させて、で、そのランキングサイトですね、えー。この証券講座いいよ、みたいな。で、そのサイトを運営してて、そのアフリ報酬が月間2000万です。月間2000万ってことは年間2億以上ですよ。アフリエイト報酬で。SEO でビッグキーワードで FX 講座解説で,で SEO で一番。 1万、ね <laughs> えー、月間アフリ報酬2,000万、えーね、年間2億以上2億ですよ無料のその口座開設のサイトで、ね、しかもそんなに更新する必要ないわけですよね <laughs> すごくないですか2億ですよ口座開設のサイトで,で僕は実際そう聞いててあのあの直接聞いたんですけどああこんぐらい上がってましたねみたいな。 んでだからまあなんだろうなそのビッグキーワードでね勝負できるなったらいいんですけどその大,大手さんも入ってますからなかなか勝てないですよなかなかまあ勝てればそれはすげえですよそれはすごい <laughs> それぐらいない2億ですからねまあまあな金額ですよね2億4,000万 <laughs> アフリ報酬でんなかなかいいんじゃないですかうん だけど、FX の講座解説とかのキーワードで上位表示させることはまず個人が無理でしょう今からやってね今からやって無理でしょう、うん、だからまあそう考えるとやっぱそのニッチを絞ってて、まあ、どんなジャンルでもそうなんですけどやっぱニッチを開拓していくっていうことが、まあ、あの現実的にその戦えるライバルはいないわけですから、えー、戦いいやすいですでよね、うん。だからそこを見つけた方がいいのかなっていう,うん。 でそこを徹底的にやっていでインスタグラムでも本当に先ほども言ったかもしれないですけどそのお弁当だけをアップしてる人もいればその食,べる食べた食事だけをアップしてる人もいればあと子供の写真だけアップしてる人もいればとかなんかそういう人もいるわけですよ。だから,あるだから僕,僕の場合は何をやってるかっていうとありとあらゆるものをアップしてテストしてテストした結果 あのそのニッチに絞っていくっていうのをやろうと思ってるんですね。うん、でこれねドンキ法廷・ドンキホーテ戦略です。言うならばドンキ法廷・キホーテも実はですねこれと同じようなことやってるんですよ。うん、要はドンキ法廷にあの置くと売れるんですねだからいろんな業者さんが「すいませんドン・キホーテに置かしてください」みたいな。 いうちょっと家に置くんだったらちょっと安くしないとだめだよみたいな感じで安く下ろさせるんですね。で下ろさせてドン・キホーテに置くとドン・キホーテは集客媒体ありますからでドン・キホーテさんがいろんなところで頼まれて安く下ろしてもうそれぐらいだといいよみたいな感じで下ろしてで、えー、こう売るじゃないですかで売れるんで売れたやつに関しては情熱価格新商品として <laughs> ね売れた商品あこれ売れるなとあこれ売れるなんと。 そしたらドン・キホーテさんは情熱価格っつって自社ブランドで売るんですよさらにこれねこれ最強ですよね要はあのリスクないわけですよ他の商品をすいませんドン・キホーテさんにおかしてださい「いやうちに置くんだったらもうちょっと値下げしないとねわかりました頑張ります」みたいなで安く仕入れるわけですよ でほとんどリスクない感じでこう仕入れて「いやいいじゃん分かったじゃ置くだけだよ」みたいなのやったりとかいろいろやってるんですけどでそ,れでそれで売れるやつも売れないやつもあるわけじゃないですかで売れたやつに関しては、ねえー、こう自社ブランドで売るっていう、ね、<laughs> これすごくないですかうんだから結局テストなんですよ何が売れるかやっぱ分かんないんで 何がヒットするかも分かんないんですよ。で、インターネットビジネスの場合は、今、まあ、ドン・キホーテさんの例出しましたけど、インターネットの場合はいくらテストしてもゼロ。もう一度言いますね。いくらテストしてもゼロ円なんです。だからね、これやりたい放題なんですね。 僕からするとだから僕は今 YouTube でもありとあらゆる動画アップしたりとか、まあ、Instagram もいろんな動画アップして、まあ、まあ一応今空がアクセス多いので今空を中心とはしてたりとかする部分もあるんですけどいろんなこのテストをすることによってあーじゃあこれいけるなこれいけるなじゃあこれでこう作ればいけるなとかもういろんなアイデアが浮かんでくるんですね。うん だからこれはインスタグラムでそういうお客さんがいるっていうことは検索エンジン検索とかなんかそういうのでもね指関連の検索キーワードとか調べられてるはずだしでそうするとブログとかそういうサイトも作れ,れますよね指,指に関する、うん、とかね、うん、だからそれをあのやっぱテストしないと分かんないわけですよ、うん、で知らないと分かんないですよねあこういう人もいるんだっていう だから要は自分の何だろうなその価値観自分が好き自分の許容範囲の知識というかそこの中で僕たちって物事を判断しています要は自分の、えー、価値観自分の判断基準それは自分の知識の中でやってるんですよ要は自分が知識がないこと知らないことっていうのは判断しようがないんですねだけどこれ知ってるとあこういう事例もあったなこういう事例もあったなと あのナポレオン・ヒルさん「思考は実現化する」っていう本を全世界で売って、まあ、すげえお金持ちになりましたけどナポレオン・ヒルさんもやったことが成功,、ね、成功してる人たちがインタビューしてあなるほど成功者はこういう共通点があるなっていうのをまとめたのが「思考は実現化する」っていうナポレオン・ヒルのナポレオン・ヒルプログラムですよ。 だからそれは、ナポレイン・ヒルさんが成功した理由は簡単で、成功した事例を知ったってことなんですよ。わかります成功した事例を何個も知ったから、あれができたんですよ。じゃあこれね、ナポレイン・ヒルさんが成功した事例をたくさん知らなければ、あれは生まれてないわけですよ。わかりますということは何が言えるかっていうと、まあ先ほど僕が言った通り、い 世の中にはいろんなマーケットニッチ産業っていうのがあるんだなっていうのを知っとけばじゃあこれでニッチ産業があるっていうのは知ってるじゃないですかまず知るまずどういうところが戦えるのかニッチなのかライバル不在なのか知るじゃああとプラスじゃあそこに対してどうやってその、ま、市場でマーケティングんでどうやって商品売っていくのか広告アフリエイトしていくのかっていうのを知れば簡単じゃないですかまずニッチ市場を知る えー、マーそ,れその日地市場で戦うマーケティングの方法を知る稼げますよね <laughs> だこれをね稼げてない人は知らなすぎる知らなすぎるしテストしてないほ、うんだ本当にねテストするべきですし知るべきですでもちろんその日地市場を知ったとしてもじゃあそこでどうやって戦っていくのかどうやってマネタイズするのかっていうのを知らないとこれね 稼げないわけですよね。だから両方知らないといけないですね。だから僕の場合は、あ、あとは、もう一つにならば、そこで成功している事例とかね、を見つけるとか。えー、そこのマーケットで成功している事例を見つける。マーケティングを知る、ニッチ市場を知る。この三角のトライアングルですね。これ知れば、もうほとんど、もう、うまくいく、いますよね。そこの市場で成功している人たち、が、どういうことやっているのか、成功事例を知っている。ニッチ産業を知っている、マーケティング方法を知っている。 これで稼げないってことあり得ますこれね、限りなくあの稼げる確率ほぼ高いですよ。90%以上。ライバルいないし。うん。だからね、まあ、知らないとダメですね。うん、知らないと。だから、ま、ネットビジネスでお金が稼げない人は、もう知らなすぎる。知識がなさすぎるっていうところがまず一つあります。だから、その知識がないから、なんで知識、だから言うんですけど、知識がないから、いろんな教材買うんですよ。知識がないから。 ですよね知識がないから騙されるんです知識があれば騙されないですよね。うん、まあもちろんすごいねうまい人もいるのでわかんないですけど世の中にいろんなね販売手法ありとあらゆる販売手法いろいろあるのでわかんないですけれどもある程度の予備知識があればなんだろうなそれは回避できるわけですよ。例えばオレオレ詐欺に関してもある程度の予備知識があるのとないのじゃ全然対応が違うわけないですかた まあよくそれアナウンスで流してますけどその銀行口座に直接入金まあ基本的にあれって確か銀行口座にここの口座に入金してくださいみたいな感じで最終的にお金を着手するときにこの口座に入れてくれってなるわけじゃないですか。で普通にその予備知識としてその個人の口座に何かを入れるっていうのは普通じゃ考えられない普通,普通そういうのは絶対そういうのは絶対ないと。 個人の口座に入金してくださいみたいな案内は絶対ないっていう普通にないっていう予備知識を知ってればそのお金をまあ話はうまかったとしても最,最終的な借金入金が銀行口座に入れるわけですからこの口座に入れるっていうそういう個人口座に入れるっていうのはえまず怪しいと思えっていう予備知識を知ってれば話をうまくてあ確かにうんうんうん じゃこここのの座座にに入入れれててください。いえ、この講座に入れるってどういうこと,だと普通ないぞと。でそこで止まるわけじゃないですか予備知識を知ってるからね、うん。だからその知識をないとダメなわけですよ。うん、だからネットビなんかこの前セミナーやった時もこれ僕が結構これ知ってます知ってますっていうのあったんですけどほとんど知らないわけですよやっぱ。僕は知ってるけどセミナー参加者の人は知らないんですよ。 それは差が出ますよね知ってると知らないので差が出てるしやってるや知ってるか知らないでも差が出てるしやってるかやってないかでまた差が出てるし僕10年もやってるしまた差が出てるし経験値あるし差が出てるそりゃそれは稼ぎますよって話じゃないですかだからもしネットビジネスでお金稼ぎたいんだったらまず知ること知識を入れることであと日地産業日地市場を開拓するためにテストしろです で、あともちゃんとそれでマネタイズする方法を勉強しようぜって話なんですよ。で、これやれば稼げますよ。じゃあもう一つ事例を言いましょう。あの、YouTube のまとめサイトをうちの塾生でやってる人がいて、YouTube のまとめサイトです。じゃあ YouTube のまとめサイトって YouTube もいろんなジャンルありますよね。YouTube っていろんなジャンル。で、その人は自分でコンテンツを作るのが嫌だったんですよ。で、なんか楽してというか、なんかないかなって探した結果、YouTube はもう、 自分でコンテンツ作らなくても他の YouTube があるわけじゃないですかでそれをまとめたわけですよで、これをまとめる上でも何をまとめたかっていうと音楽の PV を全部まとめたんですねだけど音楽の PV の中でもいっぱいいろんなジャンルがあるわけじゃないですかその人は音楽の PV の中の昔の三空ひばりさんだったりとかえ、中島みゆきさんとかそういう古い歌謡曲 ね、70年代60年代80年代古い曲をこう結構まとめてグワ、えー、って作ったわけですよ。でそうしたことによってアクセスが集まって自分で作ってないですよ。他人がアップロードした PV とかですよ。それをあのワードプレスにまとめてでそのまとめたアクセスを持ってきてアドセンスを貼るクリックで交ね。でそれで、えー、10万円ぐらいです。要は自分で何もやってないわけですよ。 だけど、そのニッチの,その、ね、昔の曲を圧倒的に1000本以上かな。1000本以上って言ってましたけど、まとめてで、アクセス引っ張ってきてやってるって言ってましたけど、まあだからそういうのを知ってるか知らないかですよね。僕は知ってます。その事例をね。あうまくいってる事例をあ。なるほどね。YouTube のまとめサイトまなるほど。確かにそこ狙い目だなとかね。うん、なんかこれはね、本当ね、知ってるか知らないかなんですよね。あとはどれだけのその、えー、例えばまあ、 マインドセット的な話で言うならば、その市場で日本一を取るっていう、その市場で、えー、一番を取る、的な、えー、ぐらいの気持ちでやれば、まあ、稼げないではないでしょうね。稼げないんだったら、そのマーケティング、マネタイズ方法を知らないということです。うん、はい。まあ、そんな感じですね。じゃ吉田さん、その具体的な、吉田さん、そのぐ、なんとなく分かったけど、その具体的に、じゃそれどうやってマネタイズするのマーケティングどうやってやるの どういうふうにやればアクセサスマンの大丈夫です。はいえー、この YouTube の下に、えー、リンクの方を入れとておいていますのでセミナー映像を見ていただくと、えー、それらすべてわかります、はい。セミナーで全部お話ししています。はいえー、ということで、えー、今回の、ね、テーマはこれで終わりたいと思います。詳しいマーケティングだったりマネタイズだったりとかもう全部ありとあらゆることをセミナーでお話ししてますのでもし、えー、そういうの知りたいと知らないとね いいんですよ、自分でやっても僕は今回のセミナーを話す今回のセミナーのノウハウを話すにあたってまあインスタグラムでいうと2500枚ぐらい写真アップして半年間ぐらいずっとやっていましただから、えー、僕のノウハウを、えー、聞かなくてもいい3,000払らなくてもいいんですよ 2500枚ぐらいアップしてテストして、えー、いろいろなマーケティング方法を勉強して半年以上半年プラス2500枚ぐらい写真アップしてであとなんだ、えー、いろんなマーケティング方法をまたもうそれだけじゃダメですよそれだけじゃマネタイズできないから他のマーケティング方法を勉強してライバルもリサーチしてそれ全部やれば0円でできます、はい、時間を買うか時間をお金で買うか、えー、お金で時間を買わず自分で時間をやるかです それが3000円ですよ安いと思ううんですよ、ね、どうですすどねかいいんですよ。やっていただいても自分で。僕はやってきたんでそれをお話ししました。だからう,うまくいった方法しか言ってないですからね。うまくいって。その中、その過程のプロセスの中でうまくいった方法だけを言ってるわけですよ。だからその抽出してね。うん、セミナーでお話しした内容。僕が今までいろいろなことで、まあ、インスタグラムを中心にお話ししてますけど、今までやってきたことを絡めながら、ね、いいところ、部分。 これやれば間違いないよ。というところを戦略的にどう戦略組めばいいのかっていうのをお話ししています。うんだから自分でやっていただいてもいいですけど、時間はかかりますよ。というところです。それが30円ですからね。まあ、いいと思うんですけどね。まあい,いや。はい。ではですね今回の動画はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。